ちなみにキレパンダっていうのは本当の方見通しの可愛い方ですか。そりゃそうよ。キレパンダ3回でも気持ち悪いし。そうなんか何かをやってるっていうのを角度がね非常に難しいんですね。 このゴンタ君も入社して数年、そうですね、ずっとキレパンダを多分何度も無意識に見てるから結構ね記憶にあったりするもんね。ゴンタ君の絵は僕見たことありますけど、なかなかのガサクっぷりですよ。<笑>できました。 キレパンダさんから、はい、オープン。はい、走っているキレパンダ。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまいですね。序の口ですよ。こんなのあれも正直どうでもいいんですよ。僕は君の絵が気になって仕方ない。さあ、じゃあ見やすい。これ俺ちょっと衝撃だったんです。オープンの声をお願いします。じゃあゴンタ君オープン。違う違う違う、これ普通言い訳。ちょっと待って、ちゃんともうカメラに向かって持って。 これが僕の絵です。これが僕の絵です。一生懸命描けてない。一生懸命描きました。本当にこれ一生懸命やった僕の。いいかな。すごいよ。怖っ。怖っ。正面のキレパンダだと、これちゃんと映ってますか。目逆でしたね、これ。この目の白黒の反転して、これだね、怖い。違う違う、普通の正面を描こうと思ったら、正面。正面、正面のキレパンダを描こうと思えば、多分もっと上手く描けるんですよ。 いやー、うさんくさいなー。何かをやってるっていうふうになると、今日、経費脱退。でも皆さんね、見てる方々、経費脱退の方、多分、どういうこと言うのもあれですけど、いらっしゃると思うんですけど、分かると思うんですけど。それ得て増えてがあるからね。その、分かってもらえるとは思うんですけど、何かをさせるとか動かせるっていうのは、非常に難しい。いや、分かる。僕も別に絵は多少慣れてますけど、やっぱその角度とか動きが使うと一気にないだろうな。難しいですよ。それを、でも、でも、僕はね、何が残念って、やっぱりまずこの目の反転。一番基本的なところと、これは、完全にミスです。 逆なこと書いちゃった。あとこのなんか、これも目のこれ黒縁のところでしょ。黒縁のところです。すごいでかいからさ、こういうなんか目出し棒が見えるしさ、でこの耳も一個しか見えてないから、なんだろう。ひどいっすね。で模様に色がないでしょ。ここのこれ何、この U字の部分。手ですか。え、奥の手がこんなにでかく長いのに手前の手がこんなこんな感じ。違う、本当にこれマジでなんですよ。本当に本当にもうこれね、尻尾ないでしょ。でもちゃんと、チャーミングなお尻の ね、あの大事だと思ったんで。すごいやん。いやでも一発目からこの境でよ、多分すごいよ。それでは、二つ目のお題。はい。CR お仕置きくの市民法庁から、お尻を向けているボタンちゃん。むず。じゃあここでゴンタ君にはカンニングチャンス。入社する前でしょ。キレパンダさん頭伏せてください。マジでわからんって。で、途中一回だけ見たいときに、 見たいって言ってください。いや、見ていいですか。今回はそれぐらいやってもいいと思う。なんならずっと見てればいいと思う。ずっと見て書いても多分ね、どえらいひどいものが出てくると思うんですよ。よろしいですか。はい。それではお書きください。
違う、こんなんじゃないよ。ちょっと待って、マジで無理だ。一個提案いいです。はい、ちょっと見て書いていいです。いいよ、分からないですもん、本当に。いいよ、もういいです、それは。いい、じゃあ今書いたやつをちょっと見せてください。よしとしましょう。今現状のはそれ僕見ていいやつですか。あ、いいよ。いつ？ちょっと確認して、カメラに立って見せて。すごいな、これ。あれでしょ、あの何個か揃えたら消えるやつでしょ。パズルゲームはあれじゃないの。同じ色集めると消えるやつ。そうですよね、そうですよね。ちょっと本当にこれ、あの、皆さんふざけてないですか、あれ。僕生まれた時代のせいか、手柄が特徴を分かってきます。よいしょ、少々お待ちください。先生の作品が見れるならいつまででも待ちますよ。でも人の形になった。まだ楽しみだな。ちょっと待ってくださいよ、もう。だから待ってるじゃない、さっきからずっと。よし、本当によしかな。じゃあ、まずはもうさらっと切れパンダさん行きましょう。はい、ボタンちゃん。あー、かわいい。かわいい、ボタンちゃん。かわいい。で、このあのお仕置きも点々で、かわいいな。かわいい。ちょっとこの頬は絡めてるから。はい、じゃあまずはゴンタ君が見てた絵、パソコンの方からちょっと表向けてもらって。ちょっとね、あの切れパンダさんとは変わる、違うんですけど。あ、僕はこれね、あのラッシュ中かな、ラッシュ中かなんかのイメージが違う。棒でペンペンお尻を叩くとかね。ゴンタ君これをカンニングしながら模写をしてみたわけですね。そうですね。じゃあ楽しみだ。さ、先生、どうぞ。もうみんな我慢しませんよ。ちょ、これあのモザイクかけた方がいいと思うんですよ、僕。あの、ここに入れて、ちゃんと、ここに入れてるやつです。自信持って。ピンポンって言って、あの、これガチですね。いや、多分みんな分かるよ。多分ガチじゃないと逆に書けないよ、こういうのって。すごいな。膝は？膝どこ行ったの？どういう状態なの？いや、これが、まあ、手ですよね。ここは。まあまあ、まあまあ、怪獣みたいなさ、ものすごいこの爪を持った。で、これ足ですね。ちょっと離れちゃったんで、ちょっと爪で出して。で、これが、このなんか、ちょっとカメラに、見せたね。この足の下のさ、これ何、このなんか、こう何股に分かれてるの？これはね、これですよ。この、布？布です。が、足から入ってる。どうなってんの？これ、ちょっと説明。なんか手、さっきも言ったけど、獣の手をしてる。顔は、まだ頑張ったなと思うけど、髪の毛がさ、すごくない？ゴンタはね、髪の毛をね、下から上に描くんだよね。で、これはあれですか、バストですか？そうです、ゴダンちゃんの。特徴的なバストですよ。特徴的だけど、こんな四角いさ、硬そうな。で、これ、ま、ひずめ？ひずめですか？ひずめじゃない。これもちょっと撮ってこう。T シャツにしたい。よし、じゃあ次のお題行きましょう。それでは最後のお題。はい。先生少女ナナミという、まあ、昔の機械から占いをしているナナミちゃん、うん、こちらを書いていただこうと思います。また人物ですか。ナナミか。じゃあゴンタ君、見て書いていいですね、もうね。先に視聴者の方にはこれを書いてもらおうと思います。うわ、熱っ。なにこれ。これボタンちゃんよりは書きやすいと思うけどな、ナナミの方が。うっそだぁ。ゴンタさん、正直言うとね、僕ね、もうやる気を大きく失ってるんですよ。なんでですか。いや、もう君のその天才的な絵に比べたら、もう自分のがもう中途半端すぎて。どこ？どこ？いいでしょ、これは。いいっすか？いいのができたんじゃないですか。マジで？あ、なんか自信ありそう。じゃあもう、僕はもう今まで通り、はい。もう。わかんないっす。これ、ナナミだろ。ナナミ？ナナミがこんなんでしょ。水晶ないし。実際ちょっと僕書いてたの、じゃあ、皆さんにお見せしますけど。これなんですか？どんなんか、このナナミ。あ、水晶？いや、それ、でも何か、お読み感があるじゃん。まあ、それ、ナナミかって言われたら。ナナミ？ナナミでしょ。確かに女性ないとしては、まあ、うまいと思いますけど。これ、ナナミかって。
って言われるとちょっと怪しいですよね。めちゃくちゃ言うやん、今回。相当自信あるんか。これ、あれじゃないですか。僕、書くんじゃないです。あ、本当に？見したり見したり。じゃあ、皆さん、いきますよ。これが僕が書いて、うん、まあ、これ書いたんでね、僕は。うん、いきますよ。せーの。さっきよりか、さっきよりかはでも、ね、さっきよりかはいい。さっきよりかはこう、ね、いや、さっきよりかはいいけど、斜め感。こう、ちゃんと。水晶も持ってるし、水晶その中で見ながら書いたから水晶か、ちょっと待って、ちょっといい、いいですか、こっちの手は指が 1,2,3,4,5,6 になって、こっち4本6本ない1,2,3,4,5 本ですよ。いや、そうなの、これ5本、5本ですよ、これ1,2,3,4,5 本ですよ、ね、いやいや、あるもん、あるもん、ここもう1個じゃないですって、そう見えるよ、でもこっちは4でしょ、こっち見たらだったんだけど、いいよそんなのは別にさ、そこはいいけど、なんかやっぱ顔がでもどこか恐怖心というかさ、なんで本当に見て描いた、本当にボタンの時もそうだけど、なんでその髪の毛がやけくそなの、ちょっとボタン見せて、ボタンやけくそなんだけど、やけくそじゃないですって、でもちょっとね、腹が立つね、もうボタンちゃんがちょっと表情が妖艶に見えるでも斜めのこれ水晶か、これ水晶違うでしょ、なんかこの地球を破壊するエネルギー玉みたいなやつでしょ、これラスボスだよ、違いますよ、うん、いやもうね、これはもう僕完敗です、今回はタカオの画伯選手権暫定王者、下手というかね、味がある、これね、ゴンダ君のための、コーナー作ってもいいぐらいですよ、これ僕の中途半端もいらない、もう本物の答えと、それに対して書いたゴンダ君の絵、ね、その2つだけで十分成り立つ、やっとさ、冠持てるよ学びよっと、今日の今日の作品ですよ、うん、こうやって見るとパンダがよっぽどマシンに見えたな。だキレパンダ、ね、ちょっと狂気じみたキレパンダと、狂気じみたボタンちゃんと、地球を破壊しようとしているナナミ。いやー、いいもの見せてもらった。いや、これゴンダ君、これで今回お題最後って言ったけど、最後にちょっと1個だけいい、見ながら僕を描いてみてください。嫌ですよ。なんで描いてよ。目の前にいるんだから。はい、もう閉めてくださいね、先生。これにてちょっとね、追いかけバトルは終了といたし、終了としましょう。うん、それでは皆さん、また見てね。また見てね。